られる。どうしよう。ムツゴロウさん、ありがとうございます。本当に嬉しいですね。最近本当にねご縁を感じるなと思っていて、 いつも皆さんありがとうございます。やばい、ありがとうございます。さあということでね、ちょっと天候で変わり見ていきましょうか。完全にタイミングを逃した感じですね。ちょっと皆さんもあの空を眺めて見ていただきたいなと思います。おかしいな、なんか花粉かな、花粉かな、なんだろうな。おかしいな。こんばんは。時刻は18時を回りました。大変失礼いたしました。あの私の本当の師匠なんですけれども、あの花江さんの声が良すぎてちょっと一人でもだえてしまいました。体温が 1,2 度上がっている実感があります。ぜひお天気アプリウェザーニュース、皆さんのアプリをダウンロードしていただきたいと思います。寂しいよ。